サパニアから一旦出て左インダー付けてシュート、決まりました。2番の飯島かな子です。よく返します。もう一度シュート決まった。これで来ました、10番の高宮咲希、通算400得点達成です。うまくシュート決まった。21番の福セーラー、高宮から前に振る、山本走ってノーマークからシュート決まった。そしてシュートに行った、来ました来ましたね。これで連続高宮、青とは違ったタイプという、下シュート、これです。どうだ、よく止めましたね、ナイスキーです。25対25、 HC 名古屋、そしてうまく連れ込んできて速い、ここは当時インサイドに出た、決まりました、同点、岩手です。27対20。